型コロナウイルスの感染拡大を受けて、7都府県で緊急事態宣言が発令されている。すでに外出自粛などで生活は一変しているが、今後はさらに制限が増えることになる。生活が変わればお金の使い方も平時とは全く異なるので、変化を把握し、予期せぬ赤字を出さないようコントロールする必要があるだろう。図表、コロナの影響で仕事を、休んだ時、失った時、に使える制度一覧。